さんです。だって女の子じゃん。ひな祭り限定ひなシフォンケーキ、こちら地元のパン屋さんがおひな様限定で登場させたひなシフォンケーキです。だいたいね18センチくらいある。やっぱちょいでかいね。ちょっと聞いてみます。はい、なんと三色です。え、ん、ねピンクがいちごなのね。で、緑が抹茶。一番上の層がプレーンのはず。なんよ。あれ？おかげで見ようか。プレーンおる？いただきます。あ、ふわふわ。うん。しっとりシフォンといった感じです。ちゃんといちごの風味も、抹茶の風味も、プレーンの風味もしっかり感じられる、おいしいシフォンケーキです。あげんよ。だってねえ、おひなさんじゃん。あげました。あげるっちゃね。シフォンケーキあげた。ありやね。すごく香ばしくてお菓子みたい。ふわふわ感はあんまりないんだけど、シュワシュワ感が増してます。おいしいよ。甘みがねすごいあるもん。よーしゅんじゅった。あと2つはホイップクリームとチョコホイップクリームをつけて食べます。あ、このひび割れ、
さっき落として破けた。やっぱり合いますね、ホイップクリーム。ふわふわのシフォンケーキにしっかりとホイップクリームが染み込んでいくような感じです。チョコホイップ、合うよ。すごく濃厚な甘さ、ビターな香りが、割と大人テイストです。食べます。ごちそうさまでした。3月3日、おひなさん。皆さんもぜひお祝いしてみてください。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄十五でした。あ、これ？ひな祭りじゃけ。赤っちゅう感じじゃ。
違う違う違う、還暦じゃないよ。いや還暦で赤じゃないけどね。ひな祭り、ひな、おひなさん。